はい、皆さんどうも、おはようございます。今朝8時10分ですね、火曜日、今日はですね、お題はアメリカに、私がアメリカに来まして、変わったこと、生活してみて、どんな感じになったかとかですね、環境によって変化があったかどうかとかですね、その辺の部分を中心に、お話をさせていただきます。私が90年のね、夏にね、東京の方にね、アメリカ来る前に住んでまして、で、まあこっちはね、夏にやってきましたんでね、で高校卒業して東京の方に出て、バイトしたりですね、仕事会社入ったりしてですね、アメリカに来る前に仕事をして、お金を少しでもね、こっちでね、生活お金かかりますから貯めないとと思ってですね、仕事したりしながら、で夏7月の半ばぐらいにやってきたんですね、アメリカに。で最初に、降り立ったのがロサンゼルス空港に到着して、で、ロサンゼルスの北にありますカリフォルニア、C さん、略して C さん、カリフォルニアステート、C さん、カリフォルニアステートユニバーシティ、ノースリッジに行きましたね。で、そこに住んでですね、最初ですね、まあ初めてアメリカにね、降り立って、で、まあ学校ね、基本的には学校行くつもりで来ましたのでね、まあ生活をして、で18でね、来ましたね。で僕は8月が誕生日なので、誕生日前だったのでね、誕生日で19歳になったんですけど、その前で18歳、まだ18歳でしたね。で90年、ちょうど90年ね、その頃はね、日本がバブルだったんですよね。で世界一の経済大国と言われた日本でね、まあ、気分的にもね、すごい日本はすごく景気が良くて、アメリカ来る前もその景気の恩恵をね、浴びたりしてですね、私も東京で、いろんなね、生活を しましたね。で僕も最初その頃、バブルの頃に、アメリカ来る前に東京に住んだ時はですね、その時ね、なんかね、ファッションなんかですね、DC ブランドとかよく言ってましたね。なんかね、いろんなね、日本のね、ファッションデザイナー、ケンゾーとかですね、あと、コムサデモードとかですね、僕、コムサデモード好きでしたね。でね、コムサデモード、鉄というのがあって、僕は鉄なので、コムサデモード、鉄って書いたのがあったんでね、それ、ああ、これはいいなと。ね、名前の感じがね、なんかね、コムサデモードなんていうね、なんかおしゃれでね、よかったですね。で当時はね、バブルだったからね、物もね、結構何でもしましたね。今考えたらそんなね、高いの誰が買うのっていうぐらいバブルでしたよね。何十万もする服とかね、平気で買う人多かったですよね、当時ね。僕でも結構10万近くするなんかね、服とか買いましたよね。シャツで1万円するやつとかね、いろんな買いましたよね、服もね。高い服なんかね、日本に行って東京にいた時は、まあ、東京に住むとやっぱりみんなね、おしゃれしますからね。やっぱりファッションとか僕も好きで、メンズノンノとかね、当時流行ったですよね。でね、そんなので、まあ、おしゃれをファッションとかね、東京でファッショナブルな服着たりしてましたね。でジーパンにね、ジーパンを染めたりしてしたりして、なんか知らないけど染めたりするのがなんか流行ってきましたね、当時ね。なんかね、染め
後にロサンゼルスもやってきてですね、まず学校にねやっぱり行ってですね、そうですね、まずね、ドミトリーに入ったですね、寮みたいなね、学校のノースリッチので、そこにね結構そうですね、まあいろんな人種、やっぱりロサンゼルスってやっぱりいろんな人種がいるんだなっていうのをまずそこでね知って、まあ東京も国際的なね、国際色豊かな街でね、まあ東京も同じよね、まあやっぱりね、国際的な街でロサンゼルスの近くですからね、東京ね、でいろんな人種の人がいてね、でその時ね、夏だったので、ちょうどねプールもねドミトリーついててですね、プールによく僕泳ぎ好きなのでプールで泳いだりして、でそこでジャグジーがあったりしてですね、ジャグジーに、まあ、いろんな人がねやってきて話したりですねしましたね、その時ね。でそこでもね、まあ日本人のね男の人も多かったし、で日本人のね、女の子も多かったですね。でそこでね、で昨日は女の子ともねちょっと付き合ったりしたりしてね、なりましたね。そうですね、そこで仲良くね、男友達もねとかできて、でインド人のね、あインド人じゃない、パキスタン人のねギルという人がいたんですね。彼どうなったかなと思うんですけど、僕よりはもう全然年いってた人だったんですよね。下手すると10歳ぐらい上ぐらいでしたかね、20後半ぐらいだったのかな、あれで東京に住んでたとか言ってましたね、パキスタン人のギルっていう彼で、そこでね奇遇に出会って、私東京住んでたんだよっていう風にね彼も言っててですね、仲良くちょっとねしたりしてね、してましたね。でちょっと片言の日本語も喋ったりしてね、面白い時でしたね。楽しい時間を過ごしましたね、学校も行きながら。で最初はですね、やっぱりアメリカに住んでるので、やっぱり英語は中心に、高校の時もね英語中心の勉強したりして、 NHK の、英語講座とかね、ラジオで当時ね、夕方にねあったですよね、英語講座がね、なんかね、なんかそうですね、2つぐらいに分かれてたよ、ありましたよね、なんかね NHK 英語、そんなのね見たり、本があってね、英語講座の本を読んだり、ラジオで聞いたりですね、そういうのを受けたりしてですね、楽しんでましたね、英語をね。でまずやっぱりアメリカにね、やっぱり来るつもりでしたから、英語中心にね、すごく集中してましたね、英語をね覚えるために、いろいろと単語もボキャブラリー、そして発音とかもね、生きた英語という感じでですね、でいろいろと覚えたですね、今思えばあんなに覚える必要あったのかなっていうぐらい、生活ではね意外にあまり使わない言葉とかまでね覚えてましたけどね。で最初はもうとにかく早く、まあアメリカ人になるぐらいの勢いでですね、早く早くアメリカに馴染もう、郷に入っては郷に従えてですね、馴染もう馴染もうと思ってですね、学校大学も行きながらもうそうですね、馴染もうと思ってですね、英語を集中して、いましたね。で発音もすごいね、やっぱりこっちのネイティブに近いような感じでね、できるだけ近いような発音ね心がけて、すごくいった感じがねしますね、当時ね。でそうですね、まずは馴染
あ、人によって性格とかもあるので一概にはもちろん言えないことだとは思いますけども、ね、自分の性格、他の人の性格それぞれですから、ね、で考え方がねもちろん変わりましたよね。アメリカに来てね、今の30足掛けで32年ですから、考え方がね変わってきましたよね、やっぱりね。あれ連れてきた、ね、考え方がねいろいろと変わったりしますけど、そうですね、左手でね、ちょっと耳がねおかしくなってきますね。長いんですね、こう16マイルの坂なんですよ、これ。ロスとラスベガスの間で一番長い、長い下り坂ですね。急にね、下っていくと耳がねおかしくなるんですね。耳がポップアップとか言ってね、あの鼓膜がポッポってね、なりますね。ポップアップとか言うんですかね、なんかね。唾を飲むとね治るんですよね。飛行機乗った時もそうですよね。あのゴクッとね、で耳をこうちょっとこうなんていうか、なんかこう、ね、なんか意識してね、力この辺に入れるような感じですかね。なんか飲む、唾を飲むとかすると治りますよね。そうですね。話に戻りますと、アメリカに住むとね、当然ながら大きな国ですからね、細かいことはあんまり気にしなくはなる部分はありますよね、多少はね。で、生活によってのね、環境によっての自分がやっぱり形成されると思うんですよね。だから日本とはもちろん違う生活で、で今はねアメリカの方が日本より物価高いようなふうになりましたけど、当時は特に日本はバブルだったので、私が来た頃はですね、もう物価がすごくアメリカ安かったんですよね、日本と比べたら。だからアメリカはすごく物が安いなっていう感じでね、粗末な扱いをねすることはないでしょうけど、ただ物がね安いなと、何を買うにしても安いなと思いましたよね、最初ね。ですからやっぱりね、当然ガソリンも安いからね、いろんな全体的に大雑把になりますよね、気分的にね。物が安かったですから当然ね、当時はね。でガソリンもガロンでもうほんと80セントとか なんかそんなんでしたからね。1ガロンはですね 3.78 リッター、約4リッターないぐらいですね。それでね、80円からなんかそんなもんですからね。日本からすればもう日本でも100円以上はしたと思いますよ、当時ね。その当時であっても、だからもういかにアメリカ安いかっていうだったんですけどね、今も逆転してしまってですね、もう日本の方が物価が高い、アメリカの方が物価が高くねなりましたよね、なんかね今ね。アメリカ安いからすごい良かったなと思ってたんですけどね、最初ね。いろいろとなんか物も安いし、その家とか住むのも安いし、公共の方がよっぽど高かったですからね、住むの家賃なんかもね、家賃も安いし、でロサンゼルスであたりで何百ドルでしたからね。安いとこなんて250ドルとかで住めましたよね、250とか300ドルとか、そういうとこもありましたよね。まあ、僕も安いとこでね、住んでましたけどね、数百ドルで住めましたからね、当時ね。今なんかありえないですよね、もう何千ドルですよ。もう最低ラインのアパート住むにしても1500以上は絶対しますよね。もう最低ラインで1500か、2000
2000近くで ですからね、ロサンゼルスの家賃はね、アパートとか、もうそれで2ベッドルームとか以上になると、いいとこになるとですね、もう$2,000-3,000ですよ、最低ラインで。そんな風な値段ですからね、当時と考えて比べたらもう全然違いますよね。で、まあアメリカに来てから変わったことというかですね、まあいろいろと考え方も変わりますしね、生活も変わるから考え方も変わる。今でこそもうガソリンなんか安くなったから、高くなったからね、もう燃費を気にするようになったじゃないですか。だけど昔は僕なんか燃費なんか気にしなかったですね。アメ車の V8 のエンジンの車に普通に毎日乗っても全然ね、苦じゃなかったですからね。燃費が高いがどうのこうのなんてことは、まず頭の中にそういうものは考えがなかったですね。だけど今になってガソリンがこんだけ上がればですね、今ねもう$5-6ですよ。急に最近上がったけども、でもまあ$5-6ですからね、日本とほぼ変わんないか一緒かね、どっちが高いかっていう感じですよね。なんかね、で、まあ生活がねちょっと違いますね。日本だったら例えば商店街とかがね、日本各地の街に行けば、特に駅中心で日本はね街が成り立ってるじゃないですか。ですからなんかこうね、商店街に行ってその日のね夜の食事のためのものを材料買って帰るっていう風にね、日本だったらその分だけを買って帰るって感じがあったと思うんですけど、アメリカはねまとめ買いまとめ買いでしたね、昔からね。物をかもうまとめて出すんでね売ってるって感じですよね。基本的に箱に入ってまとめて買うみたいな感じのね、とこがありますよね、アメリカはね。で、まあそういうのの延長線がですね、まあ、スーパーマーケットとか、あとコスコってありますね。日本ではコストコと言いますかね。コスコなんかとかも、まあまとめ買い商品のオンパレードですよね。まさにそういうスタイルがありますね、アメリカ。買い物の買い方とかにしてもそうまとめて買うからね。でまあ、だから結局そういう意味ではね、合理的な感じがアメリカはねありますかね。まとめて買うと、で水なんかボトルでまとめて買うね。でアメリカは基本的に水の水飲まないですからね、信用できないですから、水の水はカルキーとかね、ああいうブリーチ系なんかいっぱい入れてあると思いますからね、やっぱりちょっと信用できないですよね。体お腹壊したら、ね、困るし、だからやっぱりボトルのねスプリングウォーターとかね、そういうのを飲みますよね。水はもう必ずねペットボトル、アローヘッドとかね、前エビアンってありましたけどね、あれエビアン最近見なくなりましたね。まあロサンゼルスではね、アローヘッドが多いですね。アローヘッドとかスプリングウォーターのやつとか、まあ、あとはピュアリファイされたフィルターの通ったねクリーンになった水ですよね。そういうのがねありますね。ネッスルのネッスルのウォーターとか、まあ、いろんなありますけどね、コカ・コーラが出してるやつもありますよね。でまあ水もまとめ買いして買いますしね。日本でもそういうスタイル、今アメリカみたいなまとめ買いのスタイルの生活を日本でしてるのかどうか、まあ、それはないでしょうね、まだね。そういう感じにはならないでしょうね、まあ、まとめ買いでね、やっぱ車で生活をする、車で移動する手段の生活だから、アメリカはね。だから一回移動するのに無駄にならないようにまとめて一気にね、まとめ買いをするという
束で買うとかね、ダズンで買うとか、まとまったので箱とかね、そういうので買うというスタイルがね、だから定着してるから、まあその生活でね、来ましたよね。車で、まあ車やトラック、SUV などに乗せてね、食料材料もね、で肉なんかもあの塊の肉でね、売ってますからね。でそれを自分で家に持って帰って、でね、肉を、いろいろ小分けしたりしてね、切ってね、小分けして冷凍したりですね、保存をするっていうスタイルですよね。だから冷蔵庫も大きいわけですよ、当然ながらね、アメリカは。で冷蔵庫がありまして、さらには冷凍庫っていうのがまたね、フリーザーという別個にでかいねフリーザーっていうのがあるんですよ。それをこれ上にね、パッて開けるね、蓋をね開けるタイプのフリーザーっていうのがね、主流ですね、アメリカはね。だいたい冷蔵庫とフリーザーをね分けて使うって感じですね。で冷凍室からフリーザーから必要な分を、これから使う分を冷蔵庫の方に移して、で解凍して使うみたいな感じですね。まあ、そういう生活感の違いがね、日本とは違ってたからね、こっちのスタイルにね、どんどん当然ね、アメリカでの生活のスタイルを変えてきましたよね。で馴染むようにどこに入ってある、どこに従いで、である意味違う意味で合理主義になりましたよね。まあ自分の性格とかも当然その人によって違いは多少あるでしょうけど、でもまあ基本的にはどの人も似たようなもんでね、こっちの生活のスタイルでやってますよね。だから例えば私の友達を見たり他の人を見たりすると、あ、そういう生活、似たような生活してるんだなっていうので、気づきますよね。そうですね生活の違い、日本とアメリカの生活の違いですね。
だからもう時々見たら、あれこんなとこエコがあったかなとかね、こんなとこ傷スクラッチがあったかなとかですね、まあそういうのも発見したりね、もうだからもう車は大雑把になりますよね、傷が多少入っても。ですからもう傷が入ってね、気分が悪くなったりする人はですね、新車買えないですね。新車はもうエコでもできたら気分が悪くなっちゃいますからね。だからそうした中古車買った方がいいですよ。僕もだからあんまり新車買ってね、ボコってへこまされたりね、エクボができちゃったらもう気分が良くないですからね。僕なんかもう新車買わないですね。もう新古車か中古車を買うようにいつもしてますね。やっぱりそれがね嫌ですよね。新車からボコボコ当てられたらね、気分が良くないですよね。やっぱ日本人の方はね、人にもよると思いますけども、まあまあ、特に、ね、気になる人はもう傷が入ったらうわーってなる、気分が悪くなると思うんですよね。日本なんかだったらもうそんなね、お隣さんの車にボコって当てたりとか、ドア開けるとドーンって当ててみたりね、そんなことはしないですよね、日本ではね。だけどこっちの人お構いなしですからね。ドア開けるときもね、お隣さんの車ゴーンとか平気でバーンって上げてみたりですね、ボンポコってもう一発で止めますよね。でね、ペイントもつくしね、ペイントもね、そういうのがありますね、ほんとね。まあキリがないですけど、まあそれ、そういう生活感がね違いますよね、アメリカと日本。まあ、そういう部分、生活の日々のそういう生活のそういう部分がアメリカとの日本との違いがね、やっぱりいっぱいありますからね。で、あとそうですね、なんかですね、日本ではね、例えばですね、何か人に悪いことしたら迷惑かけたらですね、すいません、ごめんなさいとか言いますよね。でもこちらではね、あんま言わないんですよね。なんでかね、認めないんですよね。認めない人、素直に総理って言う人もいますけどね、いますけど、何にもエクスキューズ言わない人が結構多いですよね、日本と比べれば。まあそこはちょっと残念だったんですけどね。自分が相手に対する心がね、悪いことしたなとか思ったら、すいませんごめんなさいねって言えばいいんでしょうけどね、なんでか言わないスタイルがね、定着してる感じがありますね、アメリカはね。まあそこが、まあ、まあなんでしょうね、アメリカの良くないようなところっていうのが、あんまり素直にね、総理って言わないですよね。あと例えばですね、車のマナー、運転のマナーですよね、横入りしてみたりですね、なんか迷惑抱えたピーとか鳴らされてもですね、例えばね、あー、ソーリーとかね、あんま言わないですよね、ごめんなさいねとか言わないですよ。もうそれどころかね、怒る人とかね、いますからね。まあとにかくごめんなさいは言わない人が多いですよね。なんていうかね、素直にね、認めた方がお互いに気分が良くなると思う。